ナオミ学園大学は埼玉県川越市豊田町一丁目一番地一号に本部を置く日本の私立大学である。2000年に設置された。前身のナオミ学園短期大学を開祖し、芸術情報学部と総合政策学部の二学部からなる四年生大学として発足した。元来は音楽、情報系の短期大学であったが、2000年に四年生大学に、 改組された際、総合政策学部に総合政策学科、芸術情報学部に情報表現学科と音楽表現学科がそれぞれ設置された。2007年には前者にライフマネジメント学科が、後者には2015年に音楽応用学科と舞台表現学科が設立された。音響学、ポピュラー音楽やジャズ、音楽ビジネス、ミュージカルや演劇、文化政策学や、 博物館学、スポーツマネジメントを学ぶことができる科目を設けている。出展、公式ウェブサイト、直見学園大学園閣による。初代、堀江深本慶應義塾大学法学部学部長、同名誉教授、元地方文献推進委員会、委員長代理。第二代、松田義幸、元実践女子大学教授、筑波大学大学院客員教授、 森永エンゼル財団理事。第3代、田辺利則元日本銀行長崎支店長。元富士通総研経済研究所主席研究員。元専属学園大学教授。第4代、松田義行、理事長兼任、第5代、久保木美人理事長兼任、文部科学省教育女性局施設女性課長。同省高等教育局主任大学改革官。 同局私学部私学行政課長、障害学習政策局政策課長、同障害学習総括官、大臣官房人事課長、高等教育局担当審議官、スポーツ、青少年局長、米国 NSF フェロー、北九州市企画局長、東京大学理事等。海外各地の大学と提携し、交流プログラムの対象として、大学と機関がある。ありがとうございます。